例えばね、皆さん、ホームセンターの店員さんになったと想像していただきましょうか。ホームセンター、この辺で言うと何？カーマとかさ、カインズホームとかそうか。うん。あれの店員さんになったとしましょうよ。で、お客さん来ます。トコトコトコ。皆さんの名前優しいんで、ね、笑顔で挨拶。あ、いらっしゃいませ、こんにちは。何かお探しですか？僕は言います。今日ちょっとドリル探してまして。ドリル。うん。あ、そうなんですね。この後皆さんどうします？どうする？僕ドリル買いに来ました。ドリル欲しいんですけど。どうする？良きセールスパーソンとして接客してほしいんですけど。どうするどうする？なんて言う？何に使うか。いやらしい男だな。なんで答え言うんだよ。そうなんですけど。今、普通にね。いや、わかる。だから売れるんですよ、この人。だからギター売ってレクサス乗るっちゅうの。使えるな、このネタ。急にやらしさが増してくる。わかる？だから売れるの。これね、普通の人よ。普通の人は、今こう思った人もいるんじゃないですか？ドリル探してるんですけど、あ、ドリルですね、かしこまりました。じゃあご案内します。これやっちゃう人多いんだよ。今、実は自分ちょっとそうしたかもっていう人いる？いるよね。そうなんですよ。全然普通ですよ。もう間違ってないですよ。あ、ドリルですね、どうぞご案内します。十分じゃないですか。うん、で、ドリルのこのあたりがまあ人気になってまして、ね、一番売れてるのはこのドイツ製のやつなんですけど、今このアメリカ製のやつはセールになってますので、よろしければご検討くださいぐらいで、100点満点よね。けどね、売れるセールスパーソンはこう聞くんですよ。あ、何使われるんですか？あ、今ちょっと僕 DIY にハマってまして、つってね、で家でいろいろこう作るの好きなんですけど、ちょっとベニヤ板に、板、ベニヤ板にこんぐらいの2センチぐらいの穴開けたくて、で、まあ、ベニヤ板も一緒に買いに来たんですけど、つって。あ、そうですか、お客様よろしければ、当店ですね、いろんな分厚さのベニヤ板のご用意もございますし、穴もあらかじめ開けることもできますので、それであれば、もしくは、あれでしたら、ドリル買う必要もないかもしれないんで、あ、そうなんですか、あ、ちょっと板のとこご案内しましょうか。めっちゃ親切やね。一時的に売り上げ下がるよ、それは。ドリル売った方が、もう、売り上げ上がるからね。でもね、店員さんのファンになるよ、多分。なんていい人なんだ。俺、ドリルで俺、なんか1、2万かかると思ってたよね。なんだよ、1000円で済んじゃったよ。あ、また来るね。ファン作りできてるじゃないですか、これ。もちろんね、単純な売り上げで考えたら、最初のセールスパーソンでもいいんですけど、長い目で考えたときに、どちらのセールスパーソンが売れるか、どちらのお店が愛されるか、っていう話。僕のビジネスパートナーの会社とかでも、ほんとそうです。平気で安いものを勧めできる。あれ、すごいなと思う。こっちは、例えば、この製品に、トランステックの製品とかで、例えば、5、60万のものを買おうとしてるのに、あ、これね、多分、機能変わんないんで、20万ぐらいなんで十分ですとか言い出すよね。こっち50万買おうとしてるのに、すげえな、みたいな話だったりとか。なんかね、良心的なとこってそうですよね。うん、もちろんね、なんていうの？売り上げ下がるってことで考えると、一長一短、いろんなケースはあるとは思うんですけども。でもね、本当にファン作りをするためには、良きセールスパーソンとは、まさに今の大輝が言ってくれたような、何をお使いなんですかっていうことから入る、うん。そこに定義があります。良きセールスパーソンとは、自分、お客さんがすでに意識できているニーズ。これを潜在ニーズって言います。うん。僕はドリルが欲しいんだよなっていうニーズですよね。潜在ニーズって言います。お客様がすでにできているニーズ、潜在ニーズを理解してくれて、まだ意識できていないニーズ、潜在ニーズですよね。あ、そんなベニヤ板ってあったんだっていうニーズを引き出してくれて、お客さんが何が欲しいのかを気づかせてくれる人。うん、そして、そのニーズを満たすためには、何が必要かを選択するための選択肢と選択基準を広げてくれる人。これが答えになります。かなり深い概念言ってますけどね。これを広げてくれる人こそが本当の優れた良きセールスパーソンっていうことですよね。うん。だからその点線の下なんです。もうね、古来の昔から使い古された言葉を皆さんに言います。セールスの絶対法則イコール何だと思います？
超使い古された言葉。わざと持ってきました、この言葉。お客様、第一主義。いや、世間一般、どの会社も、あの会社も、この会社も、その会社もさ、お客様第一主義じゃない会社なんかないですよ。でもね、本当にお客様第一主義なんでしょうかってことですよね。お客様本当に第一主義だったら、売上目標って言葉はこの世から消えるはずです。売上って誰が持ってきてるの？お客さんじゃないですか。お客さんを何だと思ってるの？お客さんをただの数字としてしか見てないじゃないですか。ね、貢献目標だったらわかりますよ。ね、貢献した結果売上を上げようっていうロジックになってるんだったらいいんだけど、売上言いますよね。僕なんかももともとスーパーマーケットの社員でしたから、本当にもうどんなことがあってても売りつけろぐらいの感じでしたからね。どんな手を使ってでも売上を上げろみたいなぐらい、もうほら僕ブラック企業でしたから。ね、なので、本当にお客様第一主義なんて、どの会社でも、あの会社もあの会社も絶対言ってるはずなんだけど、でも、改めて私たちは、本当の意味で、お客様に価値、感動、感激、感謝を届けられる。本当のお客様のお困りごとを解決できる。そういうセールスパーソンでいたいな、っていうことですね。これはしっかりちょっと押さえておきたいと思います。YouTube ご覧いただきましていつもありがとうございます。ヒロのメルマガヒロメールはですね、毎週月曜朝7時に皆さんが元気になる情報、ほっこりする話、感動する話、お届けしてますので、ぜひご登録の方お願いします。もちろん無料です。それではいってらっしゃい。